はい、ワード2。いらっしゃい。帰ってきたわ。はい、こんばんは。ひなちゃんいらっしゃい。クソイケメンだろ？もうクソイケメンだろ？もう。超イケメンでしょ？あ、もう俺やさぶれてっから。ああ。もうハゲ、ずっと言われてきたから。もう、ハゲとは言わせない、俺。マジ決めてきてっから。マジで。もうめっちゃロン毛だから。いいだろう。いいだろう。似合うだろう。おじさんだって髪の毛ぐらい生えるんだよっていうね。ちーちゃんいらっしゃい。ちーちゃんいらっしゃい。楽しんでて。うん。暑そう。いやもうめっちゃいい感じだからもう。前髪うぜえ。あの、超前髪うぜえ。やべえ、言いたかったんだよね。これめっちゃ言いたかったんだよね。やべえわ。前髪うざいなんて、前髪うざいなんて、中学校ぶりに言ったわ。前髪切ろっかな。前髪切ろっかな、うぜえ。久しく言ってなかったわ。新しい感動あるな、これ。何かあったんですか？いや、なんもない。もう、疲れた。ネタ切れ。なんもない。もう、疲れた。ネタ切れ。ネタ切れです。ただのネタ切れです。はい、いや、なんか、そう。なんか、いろいろ、そう。歩いてたら、ウィッグ屋さんを見つけて、いや、カツラ被ってみようかなと思って。意外でしょ。どうよ。ワードカツラ。意外と似合ってるでしょ？いやもう、俺はもうこれからはもう本当に、もう本当に、もうハゲって言わせないから。どれだけ傷ついてきたか。うん、ハゲっていう言葉でどれだけ俺の毛根が傷ついてきたか。俺らはもうこれからはもうイケボ系、添い寝系配信者になるから。俺、怒るよ。あはん、うん、あ、リンゴのすげえ、風船ありがとう。前髪超うぜ。あ、前髪超うぜ。うん。バカありがとう。うん。バカありがとう。いや、もうハゲてないから。ふっさふさだから、俺。今の俺見て、ルックミー。ルックミー、ルックミー。めっちゃ生えてるから。完璧だ。パーフェクトだ。パーフェクト。ふさふさすぎて逆に超困る感じだよね。ええ。っていうかさ、これさ、俺、ターバンかと思った。俺がさ、ズラかぶるとさ、なんか、あれだな。なんか、牛音トラのなんか、あれみたいな、獣みたいになるな。なんか、牛音トラの獣でしょ、これ完全に。鬼太郎でしょ。想像してたの違うんだけど、俺ファイナルファンタジー感出したかったんだけど全然出ないんだけど、これどういうこと？おかしくね、これ気持ち悪いやつじゃん、ただの超気持ち、俺全然想像してたのと違うんだけど、俺ファイナルファンタジーに出たい感じでこれ買ったのに、ファイナルファンタジー出れないでしょこれ。え？カラコンが必要、やっぱり。これ、ウィッグだけじゃやっぱ弱かった。ああ。ファイナルファン、ファイナルっぽさ出てる。マジか、ファンタジーが足りないのか。マジかよ。惜しいな。ファンタジーどこで売ってんの？ファイナルは出てんだ。惜しいとこまで来てんだ。前髪超うぜえ。マジで。ほんとに。ファイナルっぽさ出てるってどういうことだよ。マジでこれ失敗かな？失敗なの？マジかよ。俺が想像してたのとだいぶかけ離れてんだけど。マジで。FF16 に合わせたんだけど。全然じゃん。びっくりしたわ、自分の画面見て。全然じゃん。どうしてくれんの、これ。
何ゲタトルネードって。え？マジで？え？もうマジかよ。超前髪うぜえ、マジで。超前髪うぜえ。どういうことこれ。ねえ。ちょっと、FF 出れそう俺。ちょ、脇役でいいわ。脇役でいいわ、もう。鬼太郎じゃねえわ。鬼太郎じゃねえ。ああ、もう、かゆいからうぜえ、ほんとこれ。ああ。ああ。ちょっと、内巻きにしてみるか。やっぱ、内巻きだからね、FF は。かっこつけてるニート。やっぱ漂うニート感。この隠せないニート感。ファイナルニート。FN。FN 新シリーズ出る。うん、マジかよ。やっぱ醸し出ちゃうのか。カッコつけてるニートとか世の中で一番痛いやつじゃん。世の中で一番出会いたくない。ああ、超前髪うぜえ、マジで。超前髪うぜえ、ほんとに。ああ、前髪マジうぜえ。マジコメント見えねえんだけど、ほんとに。ダメだな。俺ズラ似合わねえわ、やっぱ。やっぱあれだな。下膨れの顔が良くないな。下膨れの顔が。これさ、ウィッグって切ったりしたらダメなのかな？これ長すぎない？ちょっと。一番短いのくださいって言ったんだけど、一番短いのでこれなんだよ。長すぎるでしょ？ねえ。女の子用でしょ？ウィッグ。そう。前髪を俺は切りたい、本当に。前髪をカットしたいんだけど。これ切っていいのかな？ウィッグって。うん、ウィッグは自分で切って整える人とかいる。あ、そうなの？そういうもんなの？やっぱ。これワックスとかで立てるもんなの？これ。短くして。もう全然カツラに対応できないんだけど、俺。ちょっと毛並みとかよくわかんないし、なんかゴワゴワしてんだよね。ずらして被る？ずらして被るか。美容室とか行って切ってもらったおっさんがいた。超かっけえじゃん。超かっけえじゃん、マジで。うん、マジか、そういうもんなんだ。ああ、FF 出て、FF に出てよ、俺も。ファイナルファンタジーにマジ出たいよ。ちょっとあれじゃない？セブンの主役張れるでしょ？ファイナルファンタジーの。照明を明るくした方はもう、これ完全にファイナルファンタジーでしょ、これ。ねえ。ねえ、マテリア探す感じでしょ、これ。やべえな、ほんと。武器なんだろう、俺の。俺の武器何？槍？剣？ナックル？何で行く？何キャラで行く？ちょっと、これ新境地開拓したんじゃないの？新境地。え？ザナラン？素手？俺素手なの？あ、やっぱな。てってってて、てれててー、てってててれててれててれてて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 て。超かっけえじゃん。マジあれじゃない？これ。ふわっちでブレイクすんじゃないの？あの、添い寝系のお姉様方寄ってくるでしょ、これ完全に。俺の勝ちでしょ、これ。完全に。これ、アイラ超えるんじゃないの？これ、アイラ超えたんじゃないの？ねえ。アイラ超えたでしょ。アイラリスナー全部取りに行くわ。アイラリスナー全部狩りに行くわ、俺。勝ったわ。700万、俺も。来月700万だわ、これ。ああ、こんばんは。あやかいらっしゃい。俺の隣で寝たいの。空いてるよ。ダメだ。添い寝キャラまだできねえわ。ちょ、勉強が必要だ、これ。添い寝キャラ難しいわ。
さふさ、ふっさふさの気持ちいいわ。ふっさふさいいわ。誰かにウィッグカットしてもらいたいな。ノンタンにカットしてもらおうかな。ロン毛似合わないな、俺な。ロン毛ダメじゃない？何が原因なの、これ。前髪？前髪が長すぎるの。前髪が。どうしたらいいんだろう。何が悪いの？何がいけない感じ？前髪じゃない？これ。おでこ出していく感じでいこう、おでこ。うん。もうわかんないわ。うん。思ったより受け悪いな。ノリ悪いな。9対1ぐらいがかっこいい、うん、カットしてもらった方がいいのかな。9対1？ ちょっと待って、もうほんと難しいから、ウィッグに慣れてねえから俺。9対1ってどの辺、うん、9対1ってどの辺、ちょっとわかんないから。たくみさんいらっしゃい。俺もうこのジャンルで行くことにしたから、たくみさんプロデュースよろしく。もう俺これでアイラ超えるから、うん、女子をメロメロにするから、これで、うん、これで行くわ、うんうん、来たな、新境地だな、うん、新しいジャンル開拓したわ、ほんと。もう寝ようかな、俺。疲れたわ。疲れたから寝ていい？もうキャラ編。キャラ編。いや、旅の前にキャラ編だね。うん、やっぱ、キャプチャーしたいのでポーズお願いします。オッケー。みんなキャプチャーして。うまくできないな。うん、オッケー、取れた取れた、取れた、オッケーだね。こんなにふっさふさだったことないからね、こんなにふっさふさだったことないわ、俺。生まれて初めての、一番今人生でふさふさかもしんないわ、あ、もう髪うぜ、ほんとに。濡れた？取れた？やっぱりね、髪の毛じゃないね。髪の毛じゃない、男は。てかもうロン毛気持ち悪いな、本当に。髪の毛がこの辺にあるのがうざくてしょうがない。俺鼻高いよ、うん、うん、そう鼻高いんだよ実は、うん、喧嘩するとすぐおられるけどね、うん、ハッチいらっしゃい、ハッチいらっしゃい、いつもありがとう、うん、新しいフォロワーをお前らに紹介するわ。ブロッコリーありがとう。女しか相手にしねえから。もう取ったわ。ふわっち取ったわ。俺。綺麗。E ライン。E ラインできないんだよ。俺、顎がないから。うん、割とガチでイケメン寄りだと思います。フォロー失礼します。ブロッコリーさんありがとう。ただいま。
ただいま。毛の量が多い多い。毛量が多いよ。毛量が。どんだけ髪の毛詰め込んでんだよ、お前。すごいよ、これ、ほら。ファッサファサ。ファッサファサ。これカットするの。全然使い方わかんないんだけど。どっちが前でどっちが後ろかわかんねえもん。な、エセビジュアル系じゃないでしょ。全然ビジュアル系通用すると思うよ、俺。いけるでしょ、また現役で。バンドマン。天才ビジュアル系バンド。いけない？似合ってない？そんなに。俺いけると思ってるんだけど。まだ現役いけるっしょ。いけるっしょ、これ。これ全然いけるじゃん、俺は。全然いけるわ。カットする、普通は。量が多かったら、隙バサミとかで、調整。髪が入る。調整するといい。あ、そうなんだ。いや、これカットするんだ。そうなんだ。毛の量、毛が多すぎる。おでこの位置がわからない、あと。毛が多くて。はい、なおいらっしゃい。なおいらっしゃい。くっそイケメンだろ。いや、もう、イメチェン。やっぱ、ふわっち甘くねえから、やっぱ俺もコッペとコラボして、やっぱ俺もちょっと、コッペに感化された部分あるよね、やっぱ。やっぱ若い子の、なんかこう、歌とか聞いてて、ブラックチェリーアシッドとか聞いてて、あ、俺もそっち系いけるんじゃねえかな、みたいな。サングラス？サングラスあったかな？サングラスあるかな？サングラスね。サングラスねえな。サングラスしたらいい感じか。あ、やっぱそうだよね。ファイナルファンタジーの主人公だったらサングラスだよね。どう？どう？来てる？ちょ、サングラス持ってないからあれなんだけど、どう？みんな。どう？イメージね、これ。イメージ。どう？どうも、はどうです。コメント見れねえわ。コメントが見えないよ。どうだった？サングラスしたら。ウルトラマン。お疲れ。ルクちゃんお疲れ。あ、ガンダム。こんばんは。ふわっちではキャラ違いますね。なんて呼ぶんだろうな。桜、なんとか、キリさん。キリさんでいいか。キリさんいらっしゃい。ウルトラマンだった。嘘。嘘。いや、サングラスなんだけど。あ、ウルトラマン。完全にウルトラマンじゃん。完全に、ワドトラマンだね、これ。まあ、ウルトラマン寄りな顔はしてるけどね。これ髪の毛短くしたら良くなんじゃないの？ぶっちゃけた話。これ毛量の問題でしょ。小学校の給食でよく見る光景。あ、そうそう。時が止まってんの、俺。スクショした？そう、髪の毛生えてきたから。ファイナルファンタジー出てるから、俺。ファイナルファンタジー15の、15の、ファイナル、15の、主役張るつもりでいる。15は誰にも渡さねえよ。マジで。俺だけの15だから。今俺最も輝いてると思わない？ワコクラ。ワコクラがよくわかんないけど、マユさんいらっしゃい。なんだろう、ワコクラって。流行ってんのかな。あ、急にかっこよくなった。気づいた。気づいた。やべえな、マジで。女子がキャーキャーすげえわ、今日。女子が気づくわ。やっぱ髪の毛大事だね。やっぱ髪の毛でこの人生変わる変わるとは言われてたけど、
まさかこんなに女子が食いついてくると思わなかったわ。濡れまくり？マジか。それで街を練り歩こう。女の子倒れちゃうよ。宗教の話とかやってないから。もうそういうね、そういうのダサいから。清春より？俺、だってあれだもん、中学の時清春って言われてたもん、髪長い時。痩せてた時ね。清春っぽいって言われてたよ。清春っぽい。のんちさんはね、いなかったね。のんちさんに切ってもらおうとしたんだけど。ユンいらっしゃい。だんだん入ってきたね。ただ、ちょっと、太りすぎてちょっと霜膨れ。あー、のんたんいらっしゃい。来た。俺の女来た。だから、ふわっち、今流行りの添い寝系で行こうと思って、かっこいいのかよ。頭おかしいだろ。やべえやつ一人いたわ。やべえやついるわ。事件だわ。病気が一人だけいるわ。一人だけ病気いるわ。ほんと。いいね。さすが俺の女だね。病気だわ。眼科行け、眼科。頭おかしいやつ一人いた。ハゲって言わないの。ふさふさだから、ほんと。ふさふさだから。添い寝彼氏で行こうかな。添い寝彼氏俺もやろうかな。お前らさ、お前らさ、怒るよ。ああ。のんたんいらっしゃい。添い寝彼氏キャラで風船稼ぎまくろうかな。やっぱトップ上位に食い込んでいくには、もう添い寝キャラを、添い寝キャラしかないんだよ。ふわっちでデイリーとかランキングトップ狙うのは。言われたいから書いてる。まあな。ナイス。デコナイス。のんさんの愛が溢れとる。お前ら怒るよとか言わない？なんかあいつら。なんか言ってたよ。お前ら、怒られてえな。おい。俺に怒られてえのかよ。マジで。壁ドンしちゃうよみたいな感じじゃないの。こんな感じじゃないの、添い寝って。違うの、違うの、違うの。俺が、なんか、2、3日前見たらこんな感じだって、なんか違うの。なんか違うのか、修行がない。怒るよ。おい、のりこ。おい、マジで切れるよ。お前、俺のそばから離れるなって言っただろ、マジで。前髪超うぜ。ああ、よいよ。いつも Thank you。こんな感じだろ、マジふわっちって。耳が妊娠？バカじゃねえの。中二病の抜けてないおっさん。優しくされたい。足りねえよ。お前そういうのはお前貢いでから言えよ。マジで。おい。やべえな、もう極めたな。これ極めたわ。これ極めたわ、マジで。アイラ超えただろ。オラオラ系だから。オラオラ、オラオラキュンキュン系だから。やべえな、アイラ超えたな、マジで。やばいよ、明日からアイラの枠大荒れだよ。アイラの枠大荒れ。霜膨れの赤髪に変えよう、俺。霜膨れの赤髪っていう小手半に変えるわ。霜膨れの赤髪が今熱いっていう。うなちゃんマンが言ってるように。ハートプレゼントありがとう。完全ホスト系でしょ。ていうか、これ短くしたいんだけど、マジで。長すぎるんだって。なんか、俺がイメージしてたの違くて、これ、こんなんなの。おめさい。こんなんなると、こんなんなると思う。もう。
長すぎるでしょ、いくらなんでも。ね、うん。ファイナルファンタジーに出たい感じだったのに、一番短いやつくださいって言ったのにさ、めちゃめちゃ長いんだけど、うん。怖いよね、ちょっとね。これ怖いぞ、多分。うん。マジで。怖いよね、ちょっとね。バリカンで全開したらもう意味ねえだろ。美容室でやんの、こういうのって。美容室でやんの。ちょっと可愛くない？アヒル口とかですね。うまくできない。あ、やってもらえんの？赤い海藻。うん。かわいいな。広末涼子かと思ったわ。画面見てびっくりしたわ。あれ？全盛期の広末涼子だろ。なあ。そう。よぎったろ？よぎらなかった。キモい。あ、そう。だから、最先端だから、ここが、あのね、青と赤と迷ったんだけど、やっぱちょっと赤かなっていう。赤、白、黒が和道のテーマカラーだから、ハートプレゼントありがとう。俺のテーマカラーが赤、白、黒なのね。で、やっぱ赤、白、黒しか身につけちゃいけないっていう、この精神を守り抜くために、やっぱ赤。ほっぺ並みいけもいい。うん。青はランハゲさんが使ってる。だからランハゲも切ってないからこうなるんだって、なんか。だからファイナルファン、さっきも言われたんだけど、ファイナルファンタジーっぽいっつったらファイナルだけって言われたの。うん。ファンタジーの要素一切なくて、ファイナル感はすげえ伝わってきますって言われたのね。ワンタロウに。ファイナルファンタジーつうか、ワドさん、それファイナルですね、って言われて。そう。ファイナルニートですね、って言われて。マジで予想と全然違ったんだけど、これヘアピンとこでここ止めたらいいんじゃないの、こうやって。ヘアピンで。今流行りの。ヘアピン流行ってるんでしょ、今。こういう。なんか漫画のキャラみたいになってきたぞ。おい。ちょっと待って、熱血系漫画のキャラみたいになってきてね。うん、いいねやっぱ髪の毛で遊べるっていいね。バーガープレゼントありがとう、ちょっと俺これで表参道を練り歩いてスカウトされたい気分だわ。今度表参道歩いてスカウトされに行こうかな、俺。100均で紙にスキー入れるカッターとか。ああ。でも、いや、ノンタンにやってもらうわ、ここは。ノンタン多分センスいいから、こういうの。ノンタンにちょくちょくしてもらうよ。ていうか、なんかコッペっぽいよな。どことなく、この辺がコッペっぽいよな。コッペがいかに気持ち悪いかわかるよ。ファイナルニート。ファイナルニートってコテハン絶対売れるよね。絶対大手になれるのよね。ファイナルニートっていいな。ファイナルニート絶対大手になれるじゃん。いいな。誰かにファイナルニートのコテハンあげたいな。和道プロデュースでファイナルニート作る。ランハゲも同じことしてた。あ、マジで。配信者が一番傷つくやつだからそれ言わないで。誰々がやってた。一番傷つくから。誰々がやってたよって一番傷つくやつだから、本当にやめて、それ。本当に傷つくから。寝つきが悪くなるから。そう。気づいても言っちゃダメなやつだから、それ。盗作疑惑ね。盗作疑惑を追求したらダメだから。なんだろう。次枠、あるね。なぎた、あるね。あるね。
ただ引きで見れば見るほどなんかすごいよね。アップで見るとそうでもないけど、引きで見ると結構やばいよね。このすごい重厚感あるよね。ね、しかもランハゲっていうね、うん、でもね若干清春入ってると思ってるから、うん、アイテム投げるからちょい待ち、ありがとう、早く投げろよ、遅えんだよいつも、早く投げろよ、コンビニなんじゃねえよ、マジで。うえぇ。うえぇ。髪の毛マジツヤツヤだよ。トリートメントやってるからね。うえぇ。ダメだな、やっぱ普段やってないキャラクターとか全然無理だな。うん、普段やり慣れてないキャラクターはやっぱダメだな。モノマネを最も得意とする、モノマネを最も得意とする和道だけど、やっぱリスペクトがないモノマネはできねえわ。リスペクトがないとモノマネってできないよね。いや、わかんない、もう。もう時代が止まってるんだって、俺。素敵すぎる。ありがとう。マジで。うん。ウィーってなんだよな。いや、フォロワー減ったわ。おい。フォロワーが減るってどういうこと？ちょっと待って、ガチで痛いやつだと思われてるぞ。やめようぜ。フォロワー減ったんだけど。ちょっと待って待って待って。ちょっと待って。ちょっと待って。フォロワーが減るって相当だぞ。うん、意外とイケメン、ありがとう、うん。フォロワー減ったんだけど。ちょっと、本当にフォロワー減るとかマジで傷つくんだけど。頭皮かゆい。マジかよ。本当に痛いやつだと思われちゃったのかな。ちょっとした悪ふざけなのに。ちょっと30分小ネタをやろうとしたぐらいでさ、リスナーって厳しいよな。ショックだよ、俺。ファイナル感が出たんだろうね。ファイナル感が強すぎたんだろうね。ズラ？ズラ取って減るよりいいかも。ズラ取ったら増えますよ。お前、俺、エミさんに何て言われたか知ってる？エミさんに、ね、大手配信者のエミさん。君名前なんて言うの？あ、僕、ワドです。エミさんよろしくお願いします。うん、ワドくん、スペックは？中学校卒業で、うん、いいね。生活保護です。うん、いいね。小太りで、いいね。ハゲです。最高。あとアスペです。お前完璧。お前ね、大手になれるよ。で、エミさんにお墨付きもらったから。配信者としてパーフェクトだって言われたから。みんなが欲しがるすべてのスペックが和道に詰まってるって言われたから。一個でも当たるはずなのに、もう、肩書きだけで言ったら帝王だと。帝王だと思う。もう生主会を制すると、うん、そう、大手が欲しがる生ポタとかハゲとか小太りとか全てがファイナルにいた勝利を取る。まだ引っ張ってんの、ハッチ積もったんでしょ、うん、はい、月のロマンさんいらっしゃい、うん、ファイナルニートは絶対大手になれるでしょ。ファイナルニートは最強の呪文だよね。歯が抜けたらもう完璧でしょ、うん、そうなんだよ。実は生主してね、実はね、ワードハイスペックなんだよ。ハイスペックなんだよ、結構、うん。だんだんスペック下がってきてるし、けどね。千代さん風船10個ありがとう。ワード中卒なん？俺中卒だよ。俺高校出てないんだ、うん。風船10個ありがとう。そうなんだよ。そうなんですよ。インテリぶってるけど、全然低学歴だから。バカプレゼントありがとう。あざす。いや、今日眠いわ。ていうかさ、ちょっと自慢していいっすか？あのさ、もうさ、アイテムが止まらないの。アイテムが止まらなくて、
9万円いったよ。これマジであと10日で6万いくでしょ。ねえ。どう？そうなんだよね。サスケさん、そうなんだよ。そう、中途半端なんだよね。ハゲもランハゲほど生ききってないし。そこなんだよね。だってさ、あと6万だよ。15万まで。マジ射程圏内でしょ。だって10日で9万ってことは？あ、ちょっと足りないのか。4万5千円か。ちょっとペース的に足りないのか。でも後半追い上げがあったら、マジ15万いくぜ。ねえ。これ来てるよ。うん、しかも後半1日1万ペースだよ。マジで。ファイナルニートのくせに。ファイナルニートのくせに。やばいよね。うん、ありがてえ。そうだね。旅の準備だね、もう。むしろか、髪。うるせえよ。俺の資源だから、これ。残り少ない。どれだけシャンプーを念入りにやってるか、ノンタンは知ってるはずだから。俺がこの髪を命かけて守ってるのを知ってるはずだよ。ありがとう、ふわがに。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。来た、これなぎたん、本当にありがとう。しかもカニじゃないっすか。俺カニ大好き。3回。そう、数えてないと忘れちゃうんだよね。なぎたん、マジありがとう。超嬉しいわ。カニ来たー。小田井さんいらっしゃい。おー、マジかよ。え、マジで言ってんの？え、ちょっと待って、10回、11回、カニラッシュ？なぎた、マジ言ってんの？超ありがとう。カニ祭り、カニ祭り。カニ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 。今何回だ？え、13、14、え、15回。行くぜ、15回。ちょっときつい。やべ、なぎたん、超ありがとう。2回。やば、なぎたん。3回。どうした、なぎたん。4回。俺に惚れた？ああ、6回。ありがとう、なぎたん。みんなパチパチ、なぎたんに。8回。え、マジかよ。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。パチで勝ったの？マジで？いくら勝った、なぎたん。9回。マジかよ。今日約束してたんだよね。なぎたんのこと、祈ってるわって。ちょっと待って。10回。10回。ちょっと待って。来て、12回。マジか、なぎたん、ありがとう。13回。ちょっと待って、14回。ピッピッカラさん、ピッピッカラさん、今何回？ 4 回。5回。6回。ちょっと待って！ちょっと待って！なぎた、ありがとう！なぎた、あり、マジできつい。痛い。14回、股関節痛い。あと15回。あと10、
待って、ちょっと待って、行くよ。ちょっと、ちょっといくら買ったんだよ。いくら、ちょっと待って、この時期痛い痛い痛い。ちょっと待って、十、違う三回。やばい。五回。あと15回いきます。みんな応援して。が止まらん。9回。10回。10回。ちょっと待ってろ。今すごい力が湧いてくるから、ここは僕の家だぞ。ここは僕の家だぞ。ちょっと待ってよ。今すごい力が出てくるから。何回目だ今。あと2回かな。ラスト。ナギタありがとうございます。ありがとうございます。
何回連続だった。カニ5杯だから。ありがとうナギタン、本当ありがとう、ありがとう。これは動画になるわ。これは匠さんが今編集してるから、このカニ事件、カニ事件。いやお前スクワット、マジきつい。ナギタン本当ありがとう、ありがとう。いやもうきつ、政権好き思い出した。いや絡んのはないから。いやもうマジ太ももマジで切れそう、限界。ありがとう、勝っちゃったんだ、勝ったんだ、よかったよかった、おめでとうマジで。いや約束守ってくれてありがとう。いやもう胸毛どころじゃない、全身吹き出したわ汗。のじゃない、もういいよ、もう無理よ今日、もう無理、もう無理、もう無理。ナボコフいらっしゃい、もう今日はいい、今日はいい、もう稼いだ。だから5杯で1500円だから、5で7500円稼いだんだよ。スクワット何回よ、15回だから5の75回連続でやったんだよスクワット。もう無理無理、もういい、今日はもういい、もうあと15分雑談しよう。頭おかしくなるこんなの、血管切れちゃうよ。なんでお前ド S だろ、お前ド S だな本当。うん、いやもう太ももマジで限界だった本当に。汗の吹き出し方でわかるでしょこの汗伝わってる、みんな見えてるこの汗俺こんなに汗吹き出したの半年ぶりなんだけど。外でスクワットしてる動画ツイッターで見た、あーありがとう。いやビビったわマジで、75回最高記録だわ。いやアイテム今日もう無理、バーガーとかにして風船10個とかにして、スクワットはもう無理今日は、マジで無理。やってみろってマジで、30超えて運動全くしてないおっさんがスクワット75回は連続きついって、心臓止まるかと思ったわ。ナギタンが伝説残したな、和道という配信者にまた1ページマジで今日はいい、もう今日はいい、今日はいい。わかんない。わかんないって何よ。わかんないってどういうこと、伝説残したね。ナギタン語り継がれるね。いや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 。俺だから今、太ももだけバッキバキなんだよ。本当に。お、あのね、お腹こんなことになって、ちょっと待って。俺のお腹こんなことになってんだよ。やばいでしょ、もう。俺、お腹こんなことになってんのに、太ももバッキバキだかんね。体脂肪率ほんとゼロよ、太ももだけ。マジで、マジでラグビー選手とか競輪選手みたいになってんのよ。ほんとに。10キロ太ったんだよ、俺。ここ最近、数ヶ月で。モネいらっしゃい。今、戦いが終わったところだから。妊娠線あるよ、あるよ、全然。うん。乙女だかんね。やべ、ドーパミン出まくってんだけど。ちょっと待って待って待って。ちょっと待って。ちょっと待って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 。俺の目見て。やばいでしょ。俺、過剰に脳内麻薬出るの。わかる？殺本中みたいになってるでしょ、俺。今。わかる？俺、本当に、の、あの、それ、メンヘラのあれなんだけど、俺、あの、やばいでしょ、今、目。今、エンドルフィンとかドーパミンとか出まくってんだけど、マジで。やばいでしょ。やばい、ポンチューみたいになってるでしょ、わかんない。やばいっしょ、もう今すげえよ、もう。たったスクワット75回でもトロントロンになってるから、今。バキで言うところの死にかけてる状態だから。私の子供じゃないわ。うん。目やばいっしょ、もう、今、もう、ふわーってなってるから。バキで言うところの借金だから、これ。借金だから。やばい、マジで。死に直面してるから、死に直面してるから、死にかけた男だから今、たった今皆さん死にかけた男だから、
やばい。汗が止まらない。くっせえ汗。あ、ドロドロな汗。老廃物が全部出てる。ああ。いやー、そんな、なぎたんにみんな、なぎたんに拍手。ブラボー。なぎたん。君のアイテムは無駄にしないぜ。まあ、スクワットやってんの俺ぐらいだからね。あやいらっしゃい。コメントスルーしてたね。もう限界だったわ。ごめん。限界だったわ。やば。っていうか、マジで、そこは血尿が出すまで。え、ちょっと待って。アイテムなしでスクワットさせようとしてる、なんか女がアイテムなしで、ただ単にスクワットをさせようとしてる女が一人いるんだけど、どういうこと？で、おそらくこの女は、俺に最も近い人間なんだけど、なんであなたが追い込んでんの？じゃあいいよ、おい。そこまで言うんだったら花火持ってこいよ、この野郎。全部やってやるよ、この野郎。そこまで言うんだったら持ってこいよ、この野郎。全部やってやるよ、お前。ああ。じゃあ残り10分な。残り10分な。これ、この10分切れるまでにアイテム、花火上がったも全部やるわ、俺。今日。残りこれ、あれ、60分までな。60分。あと8分。あと8分で上がった花火、全部やるよ、俺。やってやるよ。だからもうそれで終わりだよ、今日は。もうダメだ。もう死ぬ。本当に死ぬ。誰よ、とか。お前だわ。お前だよ。ユーだよ、ユー。花火。初見、花火投げたし、スクワットすんの？あ、しますよ、全然。全然しますよ。スクワット5回です。花火一発につき、スクワット5回。カニさんだったら15回です。で、残り8分間でやったのは全部やりきる。残りこの60分になるまでに上がった花火は全部やりきるわ。全部やりきる。やります。初見さんいらっしゃい。楽しんでてください。和道と申します。今、75回連続スクワットでもうへばってます。正直、太ももが今筋肉バキバキです。なんか、ピキピキ言ってます。ピキピキ言ってます。ただの5回、残りはちょっと倍増しないと。お倍増とかあるわけねえだろ。見てないからそういうこと言えんだって。本当に、俺、不正なしでマジ腰、ここまで落としてんだよ。超きついスクワットやってんだよ。無理、こんなの。後半になればなるほど効くんだから。無理よ、こんなの。倍増は無理だって。うわ。じゃあ、後でまとめてやるから。はい、一発。5回な。5回。はい、5回。これ60分からやりきるから。うわ。10回。あ、やべえな。変、やべえ。10回。なあ。忘れてた。のんたん、アイテムめっちゃするの忘れてたわ。15回、20回。20回。ああ。25回。25回ぐらいやりますよ。25回ぐらい屁でもないですよ。やりますよ、全然。やりますよ。ちょうど100回、キリがいいじゃないですか。屁でもねえよ。なあ、屁でもねえよな。こっちそら配信者だよ。やってやるよ、ノリコ。いや、ノリコやってやるよ。お前の5000円、無駄にしねえかんな、この野郎。やってやろうじゃねえかよ。追い込むな。そう。
あと5分だよ。もう、60分きっかりだよ、花火。60分きっかりだよ。もう、今日限界超えてんだから。準備するじゃないよ。もう、本当にこれきっかりだからね。これ言ったからね。事前告知したからね。うん。25回、やりきりますよ。きついよ。きついよ。マジ今日きついよ。25。しかも連続だよ。ため系だよ今回。ためだよ。嫌な予感すんな。嫌な予感すんな。ド S。 いや俺彼女ド S なの今気づいた。なんかぶっ壊れてる。なんかが多分ね、俺の彼女も俺もね、どっかぶっ壊れてるんだと思う。お薬が足りないんだと思う多分。ド S だよド S。 コンビニに走ろうってどういうこと。もう走れねえ、歩けねえよ明日。あーきっつい。嘘だろう。嘘だろう。もうちょっと。もう。なんでお前らこんな時だけ、こういう時だけ、なんでお前らさ、お前、おーい、おーい、嘘だろ。え、ちょっと待って、55回。もういい、もういい、もういいって。もう、え、ちょっと待って、え、15、15の25で、50、もういい、もういい、ストップ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 、ありがとう。わかった。もういい。本気、これ、冗談無視。もう、本当に悪かった。ありがとう。お前ら大好き。ハッチも大好き。モネも大好き。モンタンも大好き。みんな大好き。友達だよね。友達だよね、俺ら。うん。友達だよね。うん。俺は信じてるよ。俺は、今、31歳になって、いじめを受けてるんだよ。ちびっ子たちに見える31歳のおじさんがいじめられてるんだよ、これ。やってやろうじゃねえかよ。いじめっ子ども見てろ。正しいいじめられ方を俺が今から見せるからよ。な？いじめっ子ども見てろ。おじさんが今から面白いいじめられ方見せてやるから。ああ。いじめられ方見てろな。うん。いじめられ方上手になるとな、配信でお金稼げるようになるから頑張れよ。かわいがり。はい、残り1分です。残り1分です。お願いがあります。ツイッター動画上げるので1分以内？無理でしょ。ちょっと待って。あなたマネージャーやって、ちょ。あなたさ、75回何分かかったか見てたでしょ。バカなの？ネタでやってると思ってんの？ねえ。バカなの？ 1 分以内に55回どうやったらできると思うの？バカなの？無理だよ。たくみさん何言ってんの？バカなの？たくみさんどうしたの？はい、残り30秒。はい。残り30秒です。55回。やるよ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、55回ありがとうございます。55回ありがとうございます。おい、見てろよ、いじめられっ子。ゆっくりやっていいっすか？
あの、ゆっくりやっていいっすか途切れないんで、あの、ゆっくりやっていいっすか。この55回は、お前、もうやるよ。あや、やるよ。あやの分もやるよ。60回な、終わり終わり。今終わりな。ちょっと待って、配線とか、どうしようかな。ちょっと待って。配線とかいろいろあるから。オッケー。あややるよ。やるよ。やりますよ。配信者だよ、俺は。行くぞ。俺の生き様見とけよ。生き様っていうか死に様になる可能性あるけど。ふわっちって上半身裸 OK だっけ？これマジな話。バンになりたくないから。ふわっちって上半身裸 OK？ マジな話。マジな話、上半身裸 OK？ やめとくか。下手なことやってバンになったらね、ニコ生のあれになるから、二の舞になるから、学習しよう。二の舞は踏まない。うん。乳首バンなの？乳首バン？オッケーオッケー、ありがとう。行くぜ、生き様見とけよ。これが配信者だよ。よーく見とけよ。ちょっと待って、ちょっと待って。今の脳幹脳幹脳幹、うん、危ないね。ここでアホやったらアホだから。よし、行くぞ。よしょ、よしょ、いきます。辛抱、辛抱、一回、辛抱、辛抱、二回、辛抱、辛抱、三回、辛抱、辛抱、四回、辛抱、辛抱、六回、辛抱、辛抱、7回、辛抱、辛抱、8回、まだ大丈夫、辛抱、辛抱、9回、辛抱、辛抱、10回、辛抱、辛抱、11回、辛抱、辛抱、12回、辛抱、13回、14回、汗吹き出してきたな。15回、16回、16回、17回、
今何回だっけ。ちょっと待って、今何回。何回。16。何回？何回？今何回？今マジで何回？何回今？上がれ、上がれ。ふぅ、気合い。あ、ジャンジャン。今何回？何回だってんだ。音楽うざい。残り30。ちゃんとカウントして。残り30ね。
残り30ちゃんとカウントしてみんな。いくよ。はい。Shit.
誰か説明して。今 25? <笑><笑> 誰か説明しろ、バカ。今何回だっけ。バカ。20。終わったよな。おい、5回行くぞ。行くぞ。5回行くぞ。えい。もう止めて、スタッフ。ありがとうございます。リスナーさん、ありがとうございます。お疲れっす。誰、最後に花火くれた人、誰、見えなかった、ごめん。誰、最後、誰、最後にくれた人。誰だった、最後のコメント見れなかった。エリさん、ありがとう。エリさん、ありがとう。みんな、ありがとう。今日はもう花火いいや。エリさんか。
エリさんいつもありがとう。きつこれ。俺何回スクワットやった。バーガープレゼントありがとう。みんなありがとう。俺何回スクワットした。俺何回スクワットしたの結局。エリさんありがとう。お疲れ様です、桜さん。俺結局何回スクワットしたの。60回?おい、ちょっと待てよ。カニが入ってねえだろうがよ。それは違うでしょ。ナボコフ、途中から来たから、分かってないんでしょ。60回の前にあるんだって。後で数えて。後で職人さん数えて、マジで。枠切るまで花火加入、やめてやめて、もう、もう無理よ。もう今日無理。今日無理。ていうか、エリさん怒っていなくなっちゃったんじゃん。エリさん見てないでしょ。エリさん途中でさ、花火して、エリさんさ、超かわいそうじゃん。エリさん普段からずっと支援してくれてんのにさ、花火したらくっそ怒られたでしょ。大丈夫かよ。エリさん激怒なんじゃないの?おい、頑張って、お前、囲いさんが離れるとか俺最悪だぞ。ちょっと、エリさん見かけたら誤解解いといてよ。わざコメント見えてなかったんだよ、限界でって。最悪じゃない?エリさんいなくなっちゃったっぽくね?なんか花火して怒られたから。なんなんってなったでしょ。いや、ハゲですよ、もうハゲですよ。ハゲですよ。ペロンチョ様はどつ。いや、もうハゲても何でもいいわ。ああ、エリさん怒、ああ、エリさん怒らせちゃったよ。いや、そんなつもりじゃなかったのにな。いや、誤解解けるといいけどな。見かけたら伝えて。エリさんに対して、なんか文句言ったわけじゃないんだよ、ワドって。いや、みんなありがとう。今日この枠で終わりにします。あと7分で終わりにします。これいくらになったんだろう。もう頭がぼやけるよ。あー、なんかエリさんに悪いことしちゃったな。マジで反省だわ。フォロワー減ってるの?嘘でしょ?なんで?なんでフォロワー減る?なんでフォロワー減ってんの?マジで言ってんの?いや、マジでショックなんだけど。文句言ったように見えなかったと思う。大丈夫かな?ちょっと不安だわ。なんか嫌な思いさせちゃったら嫌だね。ちょっとエリさん来たらもうほんと謝るわ。これ誰だかわかんなかったからさ、誰かが嫌がらせで追加で送ったのかと思ったんだよ。いや、俺、もうドーパミンハイなんだけど。ドーパミンハイなんだけど。こんなに汗かいたのすげえ久しぶりなんだけど。すっごいよ。汗とか伝わってんの?この汗の感じとかって伝わってるの?臨場感はあるの?そちら側に。限界感は伝わったのかな?やらせ一切なしだからね。伝わってる?伝わってないの?ドSだな、みんなありがとうね。今日はね、彼女今放送見てるよ。枠楽しんでる。いや、もう今日会っても何もできないよ、ノンタンと。もう、太ももマッサージして、顔からは伝わんない。やってみ。75回の後。75回の後やっても、ノンタン、太もももんでしか言えない。ソファーの上立ったらなるでしょう。立ってみようか。
発でソファーの上に立てない。ソファーの上に立てないね。もう無理、踏ん張れない。踏ん張れない。生まれたての小鹿どころじゃないんだって。あやばいよ。賢者モードだよ、マジで。いやー、31位になってこんなスクワットするとは思わなかったよ。きっつい、今日ぐっすり寝れるわ。もう今日寝る、俺。残り3分です。皆さんありがとうございます。もう、初見さんが全然いないね。リスナーが減るってどういうことだよね。頑張れば頑張るほどリスナー減るってどういうことだよ。さや笑った。うん。明日の階段とか、っていうかね、俺明日歩けないと思う。楽しかった、よかった、なぎたんありがとう。なぎたんが作った流れだからね、これね。みんなありがとう。もうね、頭が回ってない。もうダメだ、トークもできない。太ももがバカになってるの、太ももが。もう笑うわ。皆さんありがとうございました。これはもう動画再生されるだろうな。これは笑うっしょ。暇な時俺も見てみよう、どんな感じだったのか見てみたいわ。ウケるね。俺必死だったからね。いや10万超えたっしょ、さすがに。だって花火7発で4535,500円の6 3000、超えた。彼女いじりにお家へ。彼女いじる体力ないよ。あや、ありがとう。楽しかった。よかった。みんなが笑ってくれたらよかったよ。俺も楽しかったよ、ほんと。いい経験するわ。秘宝。17分かかったからツイッターに動画上がらない。それ上がるわけないでしょ。かかるよ、15分。17分。そんなの、さっきの見てたらわかるでしょ。1分区切りで切る切る。カットカットでしょ、そこは。うん、カットカットだよ。きつかった。いやもういじられる体力ないよ。お疲れお疲れ。いや気持ちよかった。配信やってるといろいろあるわ。いや想定してなかった、本当に。やってみるもんだね、配信ね。もう本当に30分だけずらかぶって滑って寝ようと思ってたんだよ。ずら枠なのにもうずらが吹っ飛んでるっていうね。うん、お疲れ様みんな。あと、どっかでエリさん見つけたら、ワドウがめっちゃ謝ってたって言って。エリさんにクソ謝ってたって言って。エリさん攻撃したわけじゃないからって伝えてください。どっかで見かけたら、エリさん。エリさんすいませんでした。本当に。そんな、リスナーさんを傷つけるつもりなかったんです。必死だったんです。スクワットをするのに必死だったんです、僕は。お疲れ様、新竜。うん、おつおつ。みんなありがとうね。モネもありがとうね。盛り上げてくれて。はい。みんなお疲れ様です。ありがとう。お疲れ。バカプレゼントありがとう。お疲れ。今日はぐっすり寝れます。明日会いましょう。お疲れ。みんな大好きだよ。お疲れ。愛してるよ。なぎたんありがとうね。なぎたんおつ、ちおつ、りんごのすけおつ、しんりゅうおつ、みんなおつおつ、こだいさん風船ありがとう。ありがとう。お疲れ。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。